中学生が防災学習の成果を発表です。私たちの住んでいる地域でも30年以内に南海トラフ大地震が起こると予想されています。南海トラフ地震で津波による被害も予想される三重県紀北町。長南中学校の生徒89人が避難ルートの問題点や避難所運営のポイントなど学んだ内容を発表しました。生徒たちは避難所では大人の方々と協力してしっかり自分にできることを考え行動したいと思ったなどと話していました。